えば見てるであろう年配の女性に一言ね、気のあることとか言えればいいんだけど、そういうね、できた若い子も少ないんだよ。女リスナーさん、そうでしょ。ちょっと可愛げあったらさ、あーなんかすごいの、グレートアリアンス、ちょっと可愛げあるなと思うけど、可愛げないから余計言っちゃうんだよ。うん、ゆっこさんはね、リスナーさんに対してはいいんだけど、言ってることが一点二点するから、そこが嫌われ始めたね、どんどん。俺には013だけって言いながら、自枠だとあの人もいいな、この人もいいなとかね、コロコロ変わるから。うん、そうそう、坊主にした人ね、あの人誰でもいいんだよ、男好きだから。うん、メガホン7億ありました。俺偉そうかな、エミントちゃん。でも全然お邪魔させていただいてるので。何かある不満でも。いや、ない。え、私なんか不満そうにしてました。リスナーが心配してるから。あ、いや全然不満じゃないです。だって、いや、あの、来させてってなんか日本語がいいですけど、お邪魔させていただいて。俺に不満何もないんだって。ありがたいです。私よければ使ってください。あんま使えないかもしれないですけど、今のところね。はい、ちゃんとできてるね。あ、本当ですか。でも一つ言うんだったら、はい、洗い物に取り掛かる前に、はい、さっきこの往復の机の上の話したけど、あ、机の上を先にリセットをきれいにしてから洗い物をするのが一番良かったかなとは思う。はい、うん、でも今洗い物に取り掛かっちゃったから、はい、その後になったら、はい、例えばこの飲み残しの OS1、はい、これを水に流したりとかっていう、また洗い物の仕事が増えるでしょう。はい、で先にやっちゃうといっぺんに全部終わらせれる、はい、これも流さなきゃいけないんだよね。はい、でここにもコップがあるんだよ、マリオが使った。で、これもまとめて洗っちゃうことができた。はい、うん、で、水道代っていうのは、あの、ここをスイッチ、あの、水を出した瞬間が一番水道代かかる。で、今遅いんだよ。はい、今じゃ遅いの。はい、うん、それを先にやるべきだったんだよね。はい、で、今水道を止めたでしょ。はい、変に止めない方が水道代かからないんだよ。あ、じゃあ止めちゃったでしょ。で、また今水道をこう上にやることによって水道代かかっちゃうから、はい、うん、そういう効率を覚えていかないと、はい、秘書にはなれない。はい、段取り8割だから、はい、うん、無駄なことがちょっと多いかなっていう感じがする。はい、捨てちゃいます。うん、エアコンも一緒の容量だよね。エアコンもそうですね、うん、聞きますよく。で、これを持ってきた。で、なんでここに持ってきた。これはアピール。これは冷蔵庫に入れるべきだね。飲めますかっていう、うん、で、この水はもう捨てちゃっても。あ、そうなんですね。うん、はい、いける。はい、うん、あの、ルイージに教えてあげるよ。自分がヘイトを買って女を守ってあげるやり方を。まあできないだろうけどね。うん、エミ太郎にヘイト向けることしか脳がない、あいつは。ルイージは無理だろうね。あの、不健形をね、二番煎じで真似するんだったら、あの、モラハラ芸ぐらいできないよね。うん、女のケツばっかり、ね、女の尻に惹かれてないで。まあ、できないわな。これもコードだからね。コード賢いでしょ。このマスクは使いますか。うん、使いますか。これは何のマスク。これはマリオに聞いて。あ、マリオさんが。マリオが可愛いマスクを使ってる。うん、可愛い。じゃあ、あの、後ほど聞きます。うん、ゴミありますか。可愛いよね。だってみんな、エミントちゃん気が利くいい子に見えてきてない。どう。さっき電話した時と全然コメント欄違うで。あ、そうなんですか。いらないとか、不採用とかいうコメントあったけど。あ、ごめんなさい、私携帯置いちゃった、ここに。ごめんなさい。いい子に見えてくるでしょ。これが俺の力だよ、今のところは。で、秘書ってかなり重要だからね。給料どれぐらい欲しい。あ、最低限生活できればですね。最低限。
いくら？具体的に言ってごらん。具体的にですか？それは言わなきゃ。基本いい値、いい値だで。20万円とかあったらありがたいですけど。それ手で 20? 総支給？手取りですね。結構もらうな。まあ、あの手で20は結構欲張りじゃない？勤務時間とかにもよりますけど。勤務時間ただのお手伝い。こういう仕事だからね。こういうし、こういうお手伝いで手で20は。あ、こういう仕事でってことですか？そりゃそうだよ。あ、じゃあいらないです、そんなに。いらないです、いらないです。こういう仕事だよ。こういう仕事だったらもう、うん、もう 10もいらないです、全然。あ、時給？うん、最低賃金1080円かな。今1071円ですね。去年の10月に変わりました。イミントちゃん、はい、マジでそういう話は俺に何も言わない方がいい。それは草加市の場合であって、住む場所によって最低賃金です。いくらだって1071円らしい。はい、東京都です。でも今俺が1080円って言って、はい、それで1071円っていう正解を言ったことによって社長を立てれないんだよ。わかる？俺がドヤ顔でね、配信でみんなに喋ってるのを俺の顔に泥塗ったね。マリオは絶対そんなことしないよ。はい、すいません。恥かいた今。はい、そういうとこも覚えないと。はい、恥かいちゃうからね。はい、1072円1円かな。恥かかされる。申し訳ないです、本当に。ごめんなさい。すいません。社長に恥かかせる秘書ってどうなの？そういうの耳元でさ、ゼロワンさん、最低賃金東京これぐらいですよとかでやるんじゃないの？ごめんなさい。どう？リスナーさん。その堂々とね。いや、有能だったら耳打ちとかね。ちょっとメモに書いて、こっそり渡すとかさ。やった方がいいんじゃないの？はい、うん、申し訳ありません。うん、すいませんでした。いや、いいよ。ありがとうね、教えてくれて。ごめんなさい。泣かないで。え、なにこれ、パワハラ？パワハラ社長って言われる。パワハラ社長って言われちゃう。またヘイト向けた。そうやって泣くことによってパワハラというイメージを植え付けたね。もうマジでやばいね。泣いてないです。最低賃金で恥をかかし、パワハラというパワーワードを俺に植え付けた。いや、そこまではならない。ひどいよね。やばない？ちょっとレッテル貼られたら長いで。ふわっち、レッテル、俺もう何年も言われてあるで。これ俺泣きたいよね。これパワハラなの、うん、楽しくね、うん、ごめんね、泣かしちゃった。泣いてないです、泣いてないです。泣いてない、はい、大丈夫です。泣いてないです。ちょっと腰が痛かっただけです。腰が痛いの？はい、腰が痛い社員に。腰が痛いんです。腰が痛い社員に洗い物を強制させてる。これもパワハラだね。いや、でもそんなこと言ってたら何も生活できなくなっちゃうんで。もう全部裏目に出ちゃう。どうしよう。うん、ああ、太ってるから腰に負担かかっちゃうってこと？そういうことですね。ちょっと休みな。いや、全然大丈夫です。マリオ買われる？洗い物。あ、大丈夫です、大丈夫です。本当に辛かった時、あの言うんで、全然大丈夫です。あー、セクハラか。体のことを言ったらセクハラになるんだ。マジでもう女無理じゃない。え、今のでセクハラになるんですか？なるよね、会社だとね。まあでもまだ採用してないから難しいね。難しいっすね。うん、なんでもかんでもセクハラもほんとやりづらい時代だよ。うん、やっぱ男の方がいいんじゃない？マリオどう？
あ、僕は。いい子だった？はい。やりたい？マリオ。いえ。あ、やりたくない。はい。誰でもやりたいっていうマリオがやりたくない。これはどういうことだ？なかなかないで、マリオが断るの。うん。ちょっとマリオ失礼なんじゃない？さすがに。やりたいです。うん、そういうのが傷つけるで、マリオ。はい。うん。この人だって、ぐーたらみょんちゃんの時、マジでやりたいって言ってたから。みょんちゃんの時は。しょうがないです。ぐーたらみょんちゃんの時は、3点揃ってるんで。もう、せからもう NG 入れるで。しつこいで、ほんと。声は落ち着くね、低音でね。俺あんまりね、高い声っていうかね、落ち着いた声好きなんだよ。ありがとうございます。キー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 言うタイプよりね。とある人が頭に。もうキャリーちゃんとか。それです。かやくさんとかね、もう一緒に暮らしたら気狂ってまうで。うん、あんなキー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 キャン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 さ。だから俺ね、結構低い声と付き合う可能性高いんだよ。まあ、くるちゃん高いけど、まゆも、ゆまるも、ゆるまるちゃんとかもね、地声が低いんだよ。落ち着くんだよ、すごく。だハスキーボイスっていうか、わかる？なんかね、居心地いいんだよね、声が。あ、メガホンありがとうございます。ください、よかったら。メガホンとナイスと2セット、2セット。あの、課金はしなくていいっすよ。はい。課金はね、またイベント出てる時にしてください。あの、今のスノーイベントもやってないんで。あ、お金使わなくていいんでね。お金は。うん。喘ぎ声も燃えない。俺ね、変わってるんだよ。あんま言いたくないけど、あの、マグロが好き。あのマグロでなんか気持ちよくなさそうな感じがいい。口の方が興奮しちゃう。それ S なのかな。うん、マグロがいい。だからもう演技臭いのは本当に無理。わかる？でくるちゃんあたおかだ。くるちゃん笑ってたね。うん、で笑う子も好きだね。なんで笑うかって恥ずかしいからなんだよ。もう恥ずかしくてもうこう顔隠して笑っちゃう子、これはねいいですよ。うん、もうノリノリでね、もうキャン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 はちょっとで、多分そういうタイプなんで、エミントちゃんはノリノリで声もすごそう。うん、すごい感じそう、エミントちゃん。わかるんで俺は、見たらね。否定もしないでしょ。セクハラなってか、社員じゃないから、うん、セクハラ止まらない。会社じゃないから、うん、いや面接中だから。いいね。はい、わかりました。ケツがでかい子好きだから。あ、ありました。ありがとうございます。四つん這いにしてケツを叩きたい。人妻はね、やっぱ熟女とか人妻系っていうのがケツがでかくないと絶対に無理。いいケツわかる？もうケツが絶対的に大事。うん。人妻熟女はもうバックしかしない。うん。それぐらい。あんまりね、あの正面から見るといいことがないんですよ。やっぱり人妻熟女っていうのはたるんでくるでしょ。結構ね、あのたるんできちゃうから、もうケツに集中した方がいいんですよ。うん、あのバック好きじゃなくて、誰とね、どういうタイプかによって変わるから。キッチンハイター使っていいですか？何？キッ
ッチンハイターっていいですか？じゃ何をするの？排水口を巻こうかなと。排水口に巻く。そんなに汚いかな、はい、俺んちは。いや、そうでもないですけど、綺麗を保ってた方が掃除し。どうなの、主婦？汚れがたっぷり溜まってからだと落ちにくくなるので。じゃあお願いします。はい。で、ハイターはどうするの？それ、振りまいて。振りまいて、私は結構気が済むまで置きます。で、最後にガーッと流して。そうするとある程度、そんなに汚れてないんで。で、換気扇つけてるの？換気扇まだつけてないです。で、疲れてない？家近いの？すぐ来たね。車で来たの？ナビで言ったら7、8キロぐらいです。7、8キロ、近いね。はい。じゃあ何かあったらすぐ飛んでこれるんだ。そうですね。いいんじゃない？家近いしね、はい、うん。で、おっぱいでかいの？で、どうなんですかね。でかいとは言われますけど。何カップなの？何カップなの？Cカップです。C カップだと思います。C のサイズで言ったら。C？ はい。あ、じゃあ。デブじゃないとは言われるんですけど、ブラのサイズ的には C なんです。ああ、じゃあデブでおっぱいがでかく見えるタイプだ。そうですね。ガリガリの時は A カップでした。ああ、そういうことか。はい。それでかいわね。でも。でかいけど、もう全体がでかくなっちゃうってことか。でもケツがね、いいケツ。ケツも大きいでしょ。そうですね。ね。今頑張ってダイエット。ダイエット。痩せなくていいよ。こっちの方がエロい。変わってます。でも、ね。ひどいとか醜いとか結構言われますよ。いやいやいや。だって、熟女ではないけど、もともとね、結婚してて、シングルでしょ？シングルの方です。でかい方がいいよ、うん、なんかね、シングルとか熟女さんで痩せてるとなんかね、もうかわいそうになってきちゃう。わかんないかな、すごい苦労してるんだな、ね、もうすごい苦労してるんだなとかって思っちゃうんだよ。だから福岡の方が絶対に、ちゃんとご飯食べてるかなとかね、健康的な方がいい、うん。あ、メガホン100個あります。あ、すいません、ありがとうございます。どこわからないんで、ちょっと置いておきます。ありがとうね。今のところいいよ、うん、ありがとうございます。で、お酒好き？お酒好きです。最近ちょっと泊まるか、今日。はい、泊まる？泊まりたい？これですか？あ、はい、もう何年も前ですけど。何年も前？何年も前か。そっち系か。メンタルはありますね。メンタル来ちゃう？来ちゃう。メンタルやられ弱いってことでしょ？弱いとか、まあ病気ですね。そっち系は。優しくしないとってことでしょ？今ちょっと来てる？ちょっと。いや、大丈夫です。全然大丈夫。はい。でこれ決定じゃないけど、まあ、うちのマネージャーとしてね、現段階ちょっとアンケート取ります。マネージャー賛成は、はい、でこれ決定じゃないで、うん、ちょっと今のね、でもすごいいい働きっぷりだよ、うん。でなかなか来てすぐ洗い物とかできないで。皆さん来てた方はどうされてたんですか？まあ、今までのマネージャー候補で一番やっぱマネージャー候補というか、お家に遊びに来てた方とか、りんちゃんとかいたじゃないですか。りんちゃんはただ配信して騒いでただけ。あ、全く役に立たなかった、はい、あ、でもご飯はうまかったかな、りんちゃん。おお、うん。キャリーちゃんは？キャリーちゃんはセクハラがひどかった。セクハラ？うん、もう添い寝したいとか、ベタ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 してきたっていうのと、あと料理がマイナスだったね。お、俺が何作ったんですか？あ、
クリームシチューだ、シチューをシャバシャバが好きなんですよね。シャバシャバが好きってコメントでね、はい、散々聞いてるのに、ドロッドロのね、クリームシチューを作って、カレーみたいな感じのシチューですか、うん、でカレーよりちょっとゆるいみたいな、ハンバーグをね、作ってくれたんだけど、はい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 、なんか豆腐かなんかを入れてきたんだけど、あ、なんか原料のために作ってきたんだけど、はい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 、もうパサパサすぎて、はい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 、でもまとまらなくないですか、原料のくせに、はい、すごい大きなハンバーグを2個作ってきたから意味ないですね、うん、はい、せっかくの豆腐かなんかのヘルシーなハンバーグなのにすごい量を食う羽目になってね、はい、でクリームシチューを一口食べたらドロドロすぎて、はい、いつ口を休めればいいんだろうっていう状態になってしまった、はい、あれはマイナスで、猫舌ですか、猫舌じゃない、あ、猫舌ではないですね、はい、で今までね、はい、あの料理してきてくれたことみんなうまいから、はい、やっぱり差が出ちゃうよね、うん、だから今までね、一番良かったのは佐藤さちゃん、うんうんうん、部屋の掃除できる、料理できる、でマジで完璧だった、うんうん、俺が寝てる間にもう4時間ぐらい掃除してたね。すごい。でもまたみんなに言うと反対されるんだよ。なんでですか、ね、嫉妬してるんじゃない。ああ、そういうことですね。可愛いから。はい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 、確かにそう。加藤さんいいじゃん、いややめとけ。ただ佐藤田ちゃんはね、口が軽かったよね、うん、そこでしょみんな懸念材料、うん、あと自殺未遂をしちゃったっていうのが多分そこを懸念してるんだよね、うん、そうマルコにペラペラとかね。だから信用できるかっつったら能力は高いけど信用しちゃダメなんじゃないっていう。でもエミントちゃんはまずゼロ列だよね。はい、ゼロ列でクリスマスもトツ着てた。はい、俺の足のサイズは28.5 28.5でさっきタバコも聞いてたよね。なんでわかんないんだろうね。これがライトなのかなと思って8ミリか。俺どこ出身、名古屋、生まれは名古屋の。浅いといえば浅いですね。ああ、浅い系、はい、浅い系ゼロですね。はい、なるほどね。この書類はこのままで大丈夫ですか。この書類全部捨てて。あ、捨てるんですね、うん、はい。これも捨てていいですか。うん、はい、こんなんいらないからね。はい、全部、うん、うん、これに捨てて、これも、うん、捨てていいですか、うん、はい。にわかか、そう、森山スペクターの総長ね、知ってるわな、ゼロリスは。あ、森山 FC 中学時代のフットボールチームね、詳しいね、うん、アンケート何。いや、マネージャーとして途中経過取る、はい、採用は、はい、反対はいいえ。やっぱりね、リスナーさんと生きてるからね、リスナーさんと何でも決めてくよ俺の独断と、独断では決めない。リスナーも一緒に決めて一緒に作り上げていこう。で、間違いなく俺との距離が近くなるから、まあまあ深い関係になるかもしれない。それはしょうがない。うん、まだゴミありますか。メガホン何個、いや、あるだけください、よかったら。マンスリー競ってるんで。ハイがね、採用がハイだっつってんの。耳かっぽじいてちゃんと聞いてよ、人の話、うん、あー、614個あれやんす。目つきが怖い、俺怖い、ごめんね。もう休みな。あ、はい、ありがとうございます。いやー、999、いいんですか。すごい、ありがとうございます。これが強いからね、うちは。マジか、リンさんもいいんです、ありがとうございます。ありがとうね。違う人、もう一人来ますよ。ちなみに、ちなみに、さっき電話してた方ですね、うん、ちょっと聞いてました。もう一人来るから、はい、あの、俺も、はい、いろんなライバルに勝って今があるんで、はい、
エミントちゃんも勝ち残ってほしい、うん、はい、お人よしは嫌いだからね。はい、うん、失礼します。よいしょ。で、相撲対決してもらわないといけない。今流行りらしくて。え？誰が流行らしてるか知らないけど、はあ、多分政治だろうけど、なんか相撲を見たいらしい。うん、でそれが盛り上がるんでしょ。で相撲を公園に行かないといけない。まずは、それでは勝敗は全て決まらないけど、体型とかって聞きましたか？やる気の部分だよね。はい、うん、やる気の部分。うん、もしすごい華奢な方が来たら、だから山田と誠司がやって誠司が勝つに決まってるじゃん、はいはい、でもあれは山田のやる気を 見たかったんだよね、多分誠司もリスナーも、はい、そういう部分だから。はい、うん、エミントちゃん自己紹介してくれる？簡単に、知らない人いるから。あ、はい、エミントと申します、うん、過疎ですが配信者させていただいてます。うん、もうデブブスババアで開き直って配信してます。まあ配信歴は何年もあるんですけど、いまだにビギナーが取れてないんじゃないかっていうような配信内容しかできてないです。はい、で、まあなんて言うんでしょう、この人誠司にも電話してたよね。あ、かなり前ですね。どれぐらい前？え、もう何年、2年3年ぐらいは経ってると思います。一時、1年半ぐらい、アカウント削除してアプリもアンインストールしてたので、うん、全くふわっち事情がわからない時もあるので。じゃあ売名できれば誠司でもいいってこと？いや、それは違いますね。俺じゃなくていいってこと？いや、そういうわけじゃないです。もう今日来た時点で、はい、俺が配信してなくて配信してたら、はい、リスナーが様子見に行くようになるから、はい、これで50人から100人までは伸びる。はい、ゆっこの状態には行く。はい、逆にゆっことかはかそっていく。なんでですか？ん？話題性がないから。話題性、内容がないってことですか？話題性というのは、うん、エミントちゃんは俺とのつながりができたから、はい、ゼロワンガールズになったから、はい、あ、なったんですか？うん、話題性があるから、はい、リスナーはね、気になって見に行くんだよ。はい、でこれで少しは閲覧伸びると思う、アベレージは。はい、でもこうやってめくれてきちゃう。あ、昔の話とかですね。特定力、うん、はい、特定力がすごいから。はい、